はい、心づけのね話ですね、まあ、旅館での心づけのお話です。そしてね、学生時代に、友達とね、3人ぐらいで、海沿いの旅館に泊まりました。泊まったことがあります。海沿いに旅行行って、その海の近くのね、眺めのいい旅館というかホテルというか、まあ、あの建物はホテルなんだけども、内装は旅館という、まあ、和風ホテルというか洋風旅館というか、まあ、そういうね、ところに泊まったんですね。でまあ、2泊3日ぐらいで行って、初日に荷物を置いて、まあ、これから出かけようかなと思ったらですね、中居さんっているじゃん、部屋のなんか掃除とかをしてくれる、その部屋を管理してくれる人、フロントの人とは別に中居さんっていう人がいてですね、そのまあおばあちゃんみたいな中居さんが来てですね、トントンって来て、あどうぞみたいなこと言ったら、あそれ入ってきて、部屋に入ってきて、その私たちがいるデスクというかテーブルというかね、部屋の真ん中にテーブルがあって、丸いテーブルがあって、そこに私たち3人が座っててですね、まあ、そこに、中居さんのおばあちゃんが来て、座って話し始めたわけですね。皆さんどこから来たんですかとか、まあ夜何時頃ご飯持って行きますかとかね、そういう、まあ、いろんなことを、事務的なことを喋ってくるわけね。で結構長いわけですよ、それが。うん。で私はその時にね、あの心づけのことなんか全く知らずに、まあ、心づけっていうのは旅館とか行くとですね、中居さんが出てきて、その中居さんに部屋を担当していく、中居さんにあげるチップみたいな、そういうもんですね。まあ、いくらか包んでですね、こそっとあげると。それが、まあ、チップと考えてもらえればいいと思うんだけど、まあ、料金の他に、そういうね、チップ的なものをあげないといけないという、そういう、まあ、ルールがあるらしいんだね。暗黙のね。でまだ子供というか学生だったんで、それ全く知らずにね。で私の友達3人もですね、3人とも全く心づけのことは知らなかったと思う。でなんか帰らないなと思ってたわけね、そのおばあちゃんが。で結構しゃべり込んで、じゃあとか言って、おばあちゃんが中居さんが帰っちゃいました。なかったなと思って、まあ喋りたい人だったのかなとね、そうなのかなと思って、まあ、心づけを渡さずに、初日ね、海行ってこうね、遊んだり泳いだり焼いたりとかして、で結構空いてたんでね、まあ快適に遊びましたよ。うん。で帰ってきて、ご飯もね、出してもらって、で夜寝て。で次の日はですね、浜辺に行ったか他のとこ行ったかちょっと忘れましたけども、多分他のとこ行ったと思うんだけど、まあとにかく、他のとこ行こうとしたらですね、出るときに、まあチェックアウトじゃないけども、フロントのとこ出るときにですね、フロントの人がね、お部屋なんですけどもと言って、初日に泊まったところはオーシャンビューのすごいいい部屋なんですね。で海がもう全部見えちゃうような、ビーチ沿いので、ちょっとお部屋を変えることになるんですけどいいですかみたいなこと言って来たわけね。でなんか団体客が入ってるとか、まあね、清掃の関係とか工事の関係とかいろいろ考えられるから、我々3人はですねちょっと訳も分からずに、いやいいですよって言ってで出たわけで、遊んで帰ってきて、でルームキーをねもらって、新しい部屋のルームキーねをもらって、荷物とかそこに運んでますからとか言われて、そこ行ってですね、カシャッと入ったらですね、その部屋はね1日目に泊まった部屋の向かいの部屋なんだね、向かい側の部屋ね。で向かい側の部屋なんで、まあ同じフロアだし、まあ大した違いはないのかなと思ったらですね、ところがどっこい、窓がないんですね。まあトイレの小さい窓ぐらいはあったとかと思いますけども、初日にいた部屋のような大きな窓、海が見えるような窓もなくて、もうなんかね、窓のない部屋、汚かないけども
まあ初日との差が激しすぎて驚いちゃって、まあでもまあ寝て帰るだけなんでいいやと思って、で、寝てね、帰りました。うん。だから結局ね、その旅館ではホテルでは心付けは全く渡さなかったんだよね。で後から考えると、やっぱりね、心付けを渡さないといけなかったんじゃないかなとちょっと思ってますね、その時は。ただ若者ですしね、それ知らないっていうのは向こうも察しただろうし、うん、教わんないと分かんないよねそれね。家族で旅館に泊まったことありますけども、心付けを目の前でこう渡してる、親が渡してるなんか見たことないですし、多分こそっと渡してるんだろうね、帰り際とかに、中井さんが帰るときにパパって渡してるんだろうね。だから心付けをやらない、くれない客なんで、部屋をね、ちょっとグレードの落ちる部屋、向かいの窓のない部屋、窓のない部屋ってことは山側に向いてたんだろうね、海側じゃなくて、その部屋に移されたと。2日目はね、そういう感じが今はしてます。うん。まあ、実際のとこどうなのかわからないし、ね、他の旅館はどういう心付け渡さなかったらどうなのかっていうことも全くわからないですけども、まあ、とにかく知っておいて損にはならない知識なんではないでしょうか。